おはようございます。すすきの市場玉様とふーちゃんと、こんにちは、シンゴジラです。あ、いや、竹雄です。顔ごぞつしい、誰がごぞつ。はい、というわけでね、はい、はい、本日はですね、最近人気になってきた、はい、チーク菓子、はい、企画ね、あのブーちゃん、はい、ということで、はい、はい、私からちょっと連チャン連チャンで最近僕の曲がちょっと通ってすごく嬉しいんですけど、私はい、まあチーク菓子をちょっと、大人が本気でやったらどうなるのかっていうのをちょっと撮りたくて、ちょっと、うん、企画を立案させていただきました、うん、はい、なので今日は3つですか。そう、はい、ちょっと買ってきたので、そちらの方をちょっとね、ズバズバッとこう、ね、やっていこうかななんて思っておりますよ、ね、待ってます。一番最初、誰いきますか、はい、まあまあ、これでうまく、うん、分かれたということで、いい王様になって、ね、これからですか、この動画、うん、もう一動画、もう一動画って、うん、3つのとの動画になると思いますが、うん、そちらの方で、それぞれやっていこうかなと思います。私からいきましょうか、これ。私からいきますか、ハンバーガー。手が触れる料理人。仕事になんねえだ。さあ、決まりましたんで、じゃあ早速やっていこうかなと思います。はい、それではレッツゴー。ウェーイ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 。ということで、こちら、はい、じゃあ今日はタケさんがハンバーガーを作ってきます。作ってきますよ、これ。じゃあ、行きましょうか。行きましょうか。さあ、ちょっと開けていきましょう。ハンバーガー、箱をね、開けていきましょう。はい、開け口って書いてある僕。もう開け方がもう下手くそだもん。いや、もうな、ボロボロだ。さて、さて、こう、どうなってるんでしょうね、これね。こういう、うん、うん、出てきましたね。なんか袋にも盛りしろって、うんうんうん、これすみません、点線に沿ってハサミで綺麗に切ってねっていう。ああ、じゃあちょっとハサミ。そうですね。だけどちょっと説明を見るとこれ、ね、お水も入れみたいな。ああ、やっぱそうなんですね。うんうんうん、じゃあ武さん、ちょっと魔法で出しちゃいましょうか。出しちゃおうかな。あったい。出た出た。武さんすごい力むね。いやー。なんか内臓減ったわ、なんか内臓減ったわ、やばい。内臓減ったわ、やばい。内臓のね、こう代用品、代用品でもおかしいな。じゃあこれハサミで綺麗に切ってねということなので、はい、切っていきましょう、点線に沿って。難しいよこれ、もう難しいよこれ。はい、ちょっとむず、竹さん、むずいよこれ。早く切って、竹さん、竹さん、ハサミむずっ。で、はい、切りまして、はい、切りまして、はい、こんなものが入ってました。ハンバーガーの素。はい、ハンバーガーの素。これ何、ハンバーグ、ハンバーグ、あ、中に入るやつですね。で、この道具、道具、道具ですね。道具一式、うん、ナイフとスプーンとトレーとコップですね。うん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 。なんか置いときましょう。いきなりハサミ、いきなりハサミでトレーを切り離そうだって。そんなこと、そんなこと言われてもね。これ全部切り離して。5つもね、パーツに測れました。うん、さあ、2、ポテトを作ろう。あ、ポテトからなんですね。うん、ポテトからなんですね。ジャガイモみたいな顔しやがって。誰が男爵だ。誰が男爵だ。はい。入れて、からの、粉入れてからの。入れて、よく混ぜます。はい。この付属のスプーンでね。粉をね。見づら。あ、これ、あ、なんか、でもこれ、固まってきたんですが。はい。固まってきたものを。ものを。いい感じ。これ、どういうこと、どういうことか、どういうこと。指で押して平らにします。諦めて、はいはい、はい、はい、まあ、こんな感じでしょうかね。うん、これを、うん、電子レンジで加熱します。おっと、おっと、レンチン。バイトの、バイトの子、バイトの子、ちょっとこれレンチンしといて。はい、うん、3、ハンバーグを作ろう。もう、上手じゃん。おー、少々慣れてきたよ。で、カップ2杯の水を入れました。そこに
ハンバーグの素。あ、こんなに。やばくね、やばくね。嘘。嘘。混ぜれる？他のとこに侵入してるよこれ。だからもういきなり失敗したのかなこれ。よく読まないでやるとこうなりますね。たけさん、ん？何読んでんの？何何何？間違った。間違ってますね。本当？ハンバーガーを作ろう。うん。ハンバーグを作ろう。ハンバーガーな。トレー星2カップ2杯の水を入れ、そこにハンバーグの素を入れ、まとまるまでよく混ぜます。これこれまず間違った。え、これはい、こんな感じ。はい、だいたい混ざってこんな感じですね。ああもうちょっと待って、うん、肉っぽくなってきたね。色はね、うん、ハンバーグみたいになってきましたよ、うん、うんうんうん、これをそのマスクでいいのよこれをさっきのこの手で丸めて、手で丸めてトレーのハンバーグと書いてあるところに入れ、指で押して平らにします。なるほどね。ね、丸め、全然取ってなかったからこう本物はね、こう空気を抜くんですよ。あできねえな、ちっちゃすぎて。ペタンペタンってね、はい。これをね。そうそうそう今の手つきプロみたいだった。やっとこうさ、あちゃんと合いましたね。こういうことですよ。こういうことですよ。平らになりました、うん。平らにしましたよ。これ平らになりました、はい。半分正解で半分間違ってた。はい、ということで次いきます。はい、トレー星に。これ2杯に2杯水を入れます。はい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 、はい、さっきのそれですね。これですね、はい、水入れます。すごい、この感覚は分かってきたわ、うん、それにパンの素を入れます。パンの素、はい、パンの素を入れて、はい、入れて、うん、混ぜます。ダマにならないように混ぜてくださいね。ならないようにね。あ、いいね、あ、いいね、あ、いいね。何らかんと。結構なんか柔らかいんですね。結構あれですね、ハンバーグと違ってなんかもうちょっとかな、なんかオーロラソースっぽくないですか、色が、うん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 、色はね、近いですね、そういう感じに。混ざったら教えてください。はい、だいたいいんじゃないですかね。カップラーメンのお湯をうまく入れれるかどうかの問題です。カップラーメンもね、横線をね、合わせて入れなきゃいけないから。逆に向けてもらえると嬉しいんですよ、ね、そうですね。あーそうだね。あー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 、待って、あ大丈夫。あーあー全然こっちも見えないですよ。画角がそうだよね。手がカップで被ってるもんね。カメラ考えろよ。手がこれが竹さんの手です。輝いてる。これ見てください。横から見たらやっぱり出っ張ってる。いいスタートの前みたいな。本当ね、告白してないのに振られたことあるからね。みんな危険感じたんで。でこれ大体こういう感じでしょうかこれね。入りました。うん、ああいいですね、うん。いいんじゃないでしょうか。ちょっとハンバーグについちゃったけど。はい。なるほど。お次は。ということで、うん、こちら。はい。またバイト君が必要になります。お、電子レンジかな。そうです。ちょっとバイト君これレンジにしといて。はい。先ほどねバイトさんに。レンジしてもらったあのポテト、はい、か硬れをまず硬すぎない？まずですよ。まず型から取り出してください。あ、取り出すんですね。はい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 、はい、お待たせいたしました。お、ありがとう。おー、いい匂い、うん、これ結構ね、固まってちゃんと。あー、なりました。チンするとね、水分の部分ですね。ぽいぽいぽい、うんうん、はい、ということで、はい、ポテトを今切ってます。先ほどのね、はい、ポテトを切りまして、はい、ポテト完成。はい、完成。ポテト意外とでも画面で見るとポテトっぽいですよね。うん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 。はい、そしてチーズを作るのに、このギザギザのカップが必要なんですね。はい、先ほどね、はい、こちらに水一杯入れてください。水を一杯ですね。このタケさんね、ちょっとね、うまくなってるよね、うん、まあ、あの手つきは料理人だよね。ただね、これずっとやってくる。ミニマムすぎてちょっとこれを入れるんですね。はい、はいはいはい、入れて、この混ぜるパターンですね、これ。はい、そうですね、混ぜてください、うん、あ、でもちょっとチーズの香りが
できましたよ。チーズ臭いよ。チーズ臭いって言ったらダメだまた別の意味だよ混ざりましたよ。混ざったらコネコネしてください。手でコネコネ。はい、ということでそのコネコネした後に、はいはいはい、先ほどポテトを置いた紙の上にチーズの大きさガイドというところがあると思います。チーズ右上ですね。これですね。これでですね。そちらに広げてください。はい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 。ほう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 。あ、チーズっぽいんじゃないですか。こういうことですね。はい。で、チーズを2枚作ってください。これを半分にね。はい。はい、切りましたよ。はい。終わりです。終わりかい。チーズ完成。チーズ完成。次、ケチャップを作ります。ケチャップ。出来上がったケチャップ、次やばいっすよ。次やばいっすよ。難しい。はい、混ざりました。ケチャップ。はい、うん、では次、たけさんに、はい、この絵を見てもらいましょう。絵を。絵のように型に沿わせてナイフを一周させてください。なんだと。これ三つですね。あ、これですね。先ほどバンズの部分を展示したやつ、ね、はい、取り出すので。うん、取り出すので、ね。うん。そしてそういうところで。パンは。それぞれ半分に、半分横にスライス制度。これは難しい。これお子様できるかな。これマジで職人じゃないと無理じゃない。これスライス難しいね。うん、あ、いいね、いいね。いや、もうなんかいいよ。僕はね、やってますけど固まってるからね。あ、静かに。こ、あー、やばいやばい。あらーらららら、あらららららら、まあまあまあ、そして、まあ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 、次が問題です。お、ハンバーグ。ハンバーグは3等分にしてください。これね、入りたてだとできないからね、こういうこと。そのハンバーグが切れたら、切れたら盛り付けになります。お、できました。できましたよ。はい、では次、切ったパン、切ったパン、うん、ハンバーグ、ハンバーグ、チーズ、ケチャップの順番に持ってってください。はい、これですね。よ、ケチャップ、ケチャップ、はい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 。で、パンを乗せます。パンを乗せます。そうじゃねえ。一つハンバーガーはできましたね。そして残りのやつも次いきますよ。パンの上にハンバーグ、パンの上に、はい、チーズ、チーズ、ケチャップ、ケチャップね、うん、ここまで一緒かな。一緒ですね。の上に、上にハンバーグ、お、うん、なんだっけってやつですね。ダブルで止まっていてパンを乗せます。パンを乗せてダブルバーガーの完成です。ダブルバーガー完成しました。こちらに一つ粉が残ってますね。ありますね。コーラの素、上から何か下、それにコーラの素を入れます。コーラの素を入れましょう。入れたらいいよ。混ぜてください。お、ちょっとちょっと見てください。これ泡立ってますよ。泡立ってます。おー、すげー、すごくない、これやばやば、発泡しますね。すげー、混ぜるの大変そう。混ぜると、おお、すごい、炭酸だ。すごい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 。重曹かなんか入ってるんですかね。すごいな、一気に来たな。あ、コーラだわこれ。コーラだわ。完成、はいはいはい、完成しました。では、ではでは飾り付けをします。飾り付けをするのに、さっき、ポテトを置いた紙を切って、ね、作ります。はい、それにポテトですね。ポテトを入れますよ、うん、あ、むずい、はい、はい、あー、むずい、あー、出ちゃう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 、なんかのり付けしてないから。そうですね、これはもう、こう、こう、こういうことですね。巻く必要なかったじゃん。なかった、何の手間だったの。完成、こちら完成品でございます。綺麗に作るとこうなります。はい、はい、ね、はい、ということでこちらドン、暗くなったのこうだな、ドン、はい、ハンバーガー、こちらを頑張って作ったらドン、はい、こういう風に、はい、なりました。なりました。もう、じゃあ意外と大変でしたね。たけさん、ちょっと感想どうでした。
いやこれね難しいですなんて難しいですいや見ててね噛むぐらい難しい。なかなかね大変な作業ですよこれ。そうですよね、クオリティを求めるとなかなか大変です、うん、入って初日じゃできないかな、うん、なんか潰れたマフィンみたいな。そうレンジの時間も大事になってくる。そうですね、でも頑張ったと思うんですよ、うん、最初にしてはすごい頑張った。これちょっと試食してみましょうかね。あ、そうですね、うんうん、食べてみましょうね、うん、まずじゃあ作った竹さん申し上げたら、うんうん、これちょっとね、まず、まずメインのハンバーガーからこれ食べていただきましょう。食べるの早っ。ボルボリ来てない、うん、下が硬いでもパンの食感がちゃんとあります。これへハンバーグの味もするし、へうんうんうん、チーズもね、もうチーズとケチャップもう混ざっちゃってんねんそれはちょっとこうソムリエみたいにやってる、うんうん、あこの後からチーズのね香りと、きますね。ポテトを食べる。ポテトいってみましょう。これ形はあんまり良くないですけど、ケチャップ、ね、なんかでも見た目なんか、うん、あっぽいね。頑張った頑張った。ぽいぽいポテトや、ポテトや、芋味します、うんうんうん、結構チンした時に匂いがね、ポテト、うんうんうん、確かに、うん、わポテトや。武さん、コーラこうやっぱねやっぱ危ない食べて危ないコーラをすごい発泡しましたからさっき、チャーよ、あ炭酸飛んでるわまあまあまあちょっと混ぜすぎたかもね、一瞬さーってなった。でもねコーラの味はします。へ、うんうんうん、これよくできてますよ、うん、これ、うん、すごいね、うん、お子さんと一緒にね、うん、こういうのやりながらちょっと時間潰してみたりとかもしていいかな、ね、楽しいと思います、うん、思います、うんうん、ということで今日は竹さんがハンバーガー作ってみました。作りましたよ。さあということで次は、はい、タマ様のターンでございます。次の動画も楽しみに待っててください、寝てくぜ、寝るね、このね結構次のやつは本当に寝るらしいですからね低温での作業、これなかなか大変ですから奥さん使えない、今日何なんだよ今日何なんだよじゃあ最後、タマ様に締めてもらいましょう。はい、というわけで本日もありがとうございます。ありがとうございます。はい、すすめ YouTuber、タマ様とブーちゃんとどうも、ハンバーガーです。いや、竹内さんでした。したっけー最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。